さあ、未来完了形の登場です。名前はややこしいですが簡単ですよ。完了形は常にある時点に注目し、その時までにを表す形なんだということ。ただそれだけです。 A の文いきましょう。 I will have finished my homework by 10. 私は10時までには宿題を終わらせていますよという文。話しては10時という未来の時点に注目しているわけです。ですから will が出てくるわけですね。そしてその時までに宿題を終わらせている、その時までにという感触、これが完了形で表されているという形です。 will プラス have プラス過去分詞、しっかりと覚えておきましょう。